皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日も宅飲みの準備できたので早速飲みたいと思います。今日はね、ホワイトベルクですね。これ何年ぶりだろう、すっごい久しぶり。あ、ちょっと失敗。わあ、ショック、最悪。またいつもの私に戻ってる。すいません、とりあえず喉カラカラなので、今日も一日皆さんお疲れ様です。乾杯。あー、うまい。ああ、本当に美味しい。なんだ、なんか、うん、あ、そうだ、フルーティーなんですもんね、これね。ちょっと落ち着いて、落ち着いたので、今日は、もう、夏といえば、じゃじゃん、冷やし中華ですよね。冷たい麺が食べたい。ずっとね、待ってました。で、今日は、アボカドサラダと、あとこの間視聴者さんからもう教えてもらって、すごい気に入ってまた作ってしまったキャベツと納豆のね、これあのマヨネーズとめんつゆと海苔の、すごいうちの主人もね気に入っちゃってね、また作ってくれってことだったので、今日はまたリピートして、で今日はもうきゅうりだらけでごめんなさい。もうここにもね、もうきゅうりすごい取れるので食べ飽きちゃったんですけど、まあね、消費しないといけないってことで、今日はあのちくわがあったので、もうきゅうりを千切りにして5分ぐらい、あの塩もみし、塩でね揉んで5分ぐらい漬けておいて、あの水分出してから、ちくわね、これもう4本分に対してきゅうり2本なんですけど、まあ縦に割ってきゅうり斜めにやって、でこの間ねちょっと明太子のソースを半分使ったので、もう2つ入りだったので、もう1つあったのでそれを混ぜて、あとめんつゆとマヨネーズだけですね。あとごま、白ごま振ってます。超適当でね、この冷やし中華なんですけど、私ねちょっと本州にいる時はね見たことないやつだったので買ってみました。北海道の菊水さんから出てる余市のりんごのほっぺ冷やしラーメン、ちょっとね私も3年目に突入したんですけど、北海道来ていつもね見てはいたんですけど、なんかねやっぱり本州で食べてた味をどうしても買ってしまってたような気がして、これ初めて実は食べます。はい、3年目にして。そして今日はなんか余市尽くしなんですけど、でね、そう、あのねスーパーにこんな可愛いお酒、私に合わないリンゴのほっぺチューハイっていう、これもね余市の、そうですね、こっちもこっちも余市同じなんかキャラクターのなんか男の子だか女の子だか、はい、出てます。で 3% なんでね、私にとったらジュースなんですけど、ちょっとこれ余市セットで行ってみたいと思います。まずねちょっとこれなんかね、リンゴ果汁と蜂蜜入りの醤油だれって書いてあるのでね、珍しいなと思って、ちょっとタレがめっちゃ気になる。ちょっとねゴムみたいになっちゃって、もうだいぶ作ってから経っちゃってるんですけど、ちょっといただきます。あ、甘い。うん、あ、これはねお子さんでも食べ、私今日ねからし忘れちゃってね、なくなってたのにね。うん、これだけ甘い。甘い。リンゴ果汁を使ってるんですって。この後ろに書いてある、ここですね。このリンゴのジュースが入ってるらしいです。だからちょっと甘いんですね。うん。苦手な方はやっぱりね、からし。うん。うん。うんね。紅生姜とハムと、またここにもきゅうりですよ。で
これは自分で適当に作ったね、卵焼きとちょっと3個一緒に、あ、つかめないな、麺がごわごわしちゃって、うん、あ、生姜いい、うん、生姜いい。んで、ちょっと待ってくださいね。んで、これもね、飲んでみないといけないから、ちょっとね、もうそう 3% なんて何年ぶりに飲むんだろうねえ。ちょっとほんとこんな可愛いお酒、可愛いですよね、このね、絵も。よいち、よいちっていうのかな、発音が悪いから。よいちはね、私はウイスキーに試飲に行って、ブラックニッカじゃないかな、ワイナリーも行きましたけど、リンゴも取れるんですね。なんかブドウのイメージがあるんで、早速ちょっといただいてみたいと思います。あ、めっちゃリンゴが濃い。あ、果汁 15% しか入ってない割にはすごいリンゴがしっかりして、もうお酒、私お酒の味はしないですけど、正直、うん、これちょっとリンゴジュース飲んでるみたい。本当に美味しい。なんか久々にこんな可愛いジュースを、ジュースじゃない、お酒をいただきました。でこれね、ちょっと最近のね、本当にありがとうございますね、教えてくれた視聴者さん、本当嬉しい。うん、今日はね、この間は引き割りでやったんですよ。今日ね、普通のナッツでおかめでやってみました。うん、粒感がしっかりしてて美味しい。うん、ごめんなさい、納豆なんて別のお箸を用意しましてね、それね、自分が作ったこれがすごい気になって、大丈夫かな。もうね、きゅうりばっかり食べてるからね、トイレが近くて近くて、本当にもう、うん、あ、もうね、これが自分で作ったの飽きちゃって。大丈夫大丈夫、こうやって食べるならね、なんかいろいろ工夫してね、自分でもアレンジしても、うん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 、今日は大好きなね、アボカドサラダ、アボカドが大好きなんで、ダイエットごまだよ、たっぷり食べる。うん、あれいいですね、明太子、腹を、わかります、薄皮こう剥がしてやるのってすごいめんどくさいので、パスタソースすごい使えますよね、本当に。アボカドいただきます。うーん、やっぱりこれだな、もうマヨネーズ欠かせないんで、マヨネーズとスプラウトアボカド、うん、うん、なんかね、私ね、作るだけで満足してね、もう夏バテなのかな、北海道だから涼しいし、夜ね、私実は恥ずかしいけど毛布かけて寝てるんですよ、すごい寒いの、長袖着ないとね、寒くて、うん、皆さんに汚い食べ方してる。うん、ちょっとこれやっぱり紅生姜あった方がいいな、このリンゴのほっぺは。うん、あとからしね、ほんとお子さんにいいんじゃないかな。うん、よくごまだれとかあるじゃないですか、普通の、あっちばっかり買ってたんで、うん、すごい甘い、なんか久々にこんな甘いの飲んだ私。
一応 JA 余市認定らしいですね、このリンゴのほっぺさん。もう知らない人いないのかな、北海道道民の人は。私はちょっとあんまりよく見てなかったから缶中杯売り場行かないんですよね。ねえ、たまたまね、このリンゴのほっぺの冷やしラーメン買ってぐるっとちょっとあのビール買おうと思ったら、そこにねまた同じ顔のねキャラクターがいてね、それでねちょっとね買ってみた。あー美味しい。もうねちょっとねこれ全部食べるとうちの旦那に怒られるから、ちょっと半分取っとかないとね。そう、この間めっちゃ気に入ってたんですよ。ぜひ皆さん作ってみてください。ほんと簡単。だってキャベツみじん切りにして、私ねこれいろいろアレンジ効くと思ったんですよ。しそを入れてもいいだろうし、ちょっとごま油垂らしてもいいだろうなとか、そうまた自分でいろいろ考えてみようかなって。めんつゆとマヨネーズですよ。うん、納豆1パックとタレとねからし入れて、それ海苔ね、私韓国海苔でもいいなと思ったし、すごいなんかアレンジが効くで、ね、食欲ない時にこういうの食べたいんですよ本当に。うん、またね本当にこうキュウリばっかり食べてるとね、新しい違うものを食べたくなりますもん本当に。今うちはねトマトとあのキュウリだらけなんです。だから、まあ、ありがたいことに今年もうまくなってくれたんでね、ご近所に配るって言っても皆さん作ってるもんですから、うん、どうにかね本当にレシピ研究して作っていきたいと思います。というわけで今日はなんだかわからないけど夏はこれってことで、まああの余市の宣伝みたいになっちゃいましたけど、はい、あの食欲ない時にはね、なかなか本州では売ってないかったと思います。売ってないと思います、私見たことないので、はい、ご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。気に入っていただけたら高評価コメント、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。見てくれてる方いつもありがとうございます。それではひめりんごでした。